改めましてニューブレスお願いします。ありがとうございます。はい、はい、僕思うんですけどね。何ですか？やっぱりね、うん、皆さん僕らみたいなもんでもね、うん、ほんとたまになんですけど、うん、ほんとたまにこう街歩いてたらね、うん、顔刺されたりする時もあるんですよ、うん、たまにね。ありがたいことなんですよ。ほんとたまにですけど、たまにですけどね、でもね、うん、こうもっともっと頑張ってったら、もちろん一般の方にね顔刺されるのすごい嬉しい、うん、もちろん嬉しいですけど、うん、こう街歩いてる有名人とかからも顔刺されたりすることあるんじゃないかと思って。あるか、そんなこと。いや、これから先あるかもしれないじゃん。あ、そう。だからその時にね、うん、シミュレーションしといた方がいいと思うんですよ。あ、今から、うん、だからお前、うん、ニューヨーク屋敷として、うん、こう街歩いてて。あ、分かった。ああ、街、うん、はい、ニューヨーク屋敷ね。あれ、はい、あれ、なんすか？ニューヨークの屋敷さんっすよね。ああ、はい。え、屋敷さんっすよね。はい。あ、やべえ、本物だ。やべえ、超テンション上がる。マジ嬉しい。マジ僕大ファンなんすよ。あ、そうなんすか。うわ、やべえ。あ、申し遅れました。クレバです。クレバ、やばい。クレバさん、超嬉しいっす。え、キックザカンクルーのクレバさんっすか。あ、はい。あ、マジっすか。マジ大ファンなんすよ、ニューヨークさん。ありがとうございます。僕ニューヨークさんのネタ、はいはいはい、まあ、YouTube とか、はい、テレビとかで、はい、一切合切全部見てます。一切合切、はい、一切合切聞いてますよ、僕も。あ、マジっすか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、特に漫才、はい、あ、漫才が超好きで、え、マジ漫才の天才、似合えた万歳みたいな。おい、超上がる。やべえ、すげえ、超やべえ、やべえ、超上がってます。いや、こっちこそっすよ。マジありがとうございます。え、今何されてたんですか。あ、もう今ライブ終わって普通にもう帰ろうかなと思って。え、マジっすか。はい。この後フリーっすか。この後フリーっす。フリースタイルっすか。はい。やばい、マジフリースタイルっすか。はいはい、はい、フリースタイルっすか。まあこの後フリーです。あ、だったらせっかくなんで飲み行きません。はい、マジっすか。いや、マジも何もマジ一期一会じゃないですか、これ。ああ、はい、マジ俺一期一会超大事にしてて、はい、今まで全部一期一会逃がしてねって書いてるんで、はい、マジそういう自負あるんですよ。俺今までで一度も一期一会逃がしてねえんですよ。あ、だからこれも一期一会だから、マジ逃がしたくねえっつうか。あ、マジっすか。絶対俺にとってもチャンスだし、はい、マジ生きてんすよ。一期一会でいいっすか。行きません。行きましょう、行きましょう、行きましょう。近くに行きつけあるんで、はい、そこ行きません。クレバさんに行きつけ連れてもらえるんですか。はい、鳥貴族って店なんですけど。いや、鳥貴族かい。ツッコミ、え、ツッコミいただきました。いや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 、いや、そんな恥ずかしいんでやめてください。すいません、この素人にツッコミなんて。全然全然全然。鳥貴族って冗談ですか。じゃあ、いや、これマジなんですよ。あ、そうなんですか。鳥貴族超大好きで、あのクオリティであのコスパマジ半端ないっす。一周回って貴族みたいな。あ、マジ大好きなんですよ。行きますか。近くにあるんで行きましょう。行きましょう、はい。いや、しかし寒くなってきましたね。いや、めっちゃ寒いですね最近。よう来るんですか、この辺とか。あ、無視された。あ、ここっすね。あ、ここっすか、はい、行きましょう、行きましょう。あ、はい、店員さん、今から行けます。二人をこうやってやる、空いてるみたいです。あ、行きましょう、行きましょう。何飲みます。あ、生で。生で、はい、店員さん、はい、生。もう真似しよう、もう真似しよう、これ絶対俺も。来ました。あ、ありがとうございます。じゃあ、今日の一期一会に、はい、うん、オルジャーです。お、なんつったんや。なんつったんや。やべえ、マジしみる。しかし俺思うんすよね、はい、芸人さんって大変だなって。まあ、いや、全然そんなことないですけどね。いや、だってお笑い番組減ってきてるし、うん、上の人たちずっとどかねっし、うん、それになんか回転も早いし、うん、なんかすげえ大変だと思うんですけど、うん、でも俺らの音楽業界に、音楽業界にすげえシンクロしてる部分それあって、音楽番組も減ってっし、うん、上も強いし、うん、こっちも回転早いし、うん、でも絶対本物は最後に残ると思うんで、お互い頑張りましょう。ありがとうございます。よっしゃ、行きましょう、行きましょう。ちょっとこの店やかましいんで出ません。マジっすか。ちょっとうるせえっすね。マジっすか。いつももうちょい静かなんですよ。いや、そんなことないと思いますけどね。ちょっと行きつけのバーあるんで、そっち移動しましょう。まだ鳥食ってないですけどね、はい、行きますか。やべ、酔っ払ってきた。ふぉー、酒弱っ。やべ、酒弱い、大丈夫っす。やべ、ちょっと飲みすぎましたね。あ、マジっすか。ここっす、行きつけのバー。あ、全然めっちゃおしゃれじゃないですか。イエーイ、マスター、開いてる、イエーイ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 。おい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 。大丈夫っすか、クレバさん。お互い殴り合ってましたよ今。はい、毎日食うんすよほぼ。あ、そうなんですか、この場合つけらんで。じゃあ飲み直しましょう。はい、飲み直しましょう。あれ、ちょっといいっすか。はい。ん、何してんの。あ、そうなんだ。いや、俺も今偶然飲んでてさ、
あ、ちょっと紹介したい人いるからいい？はい。すいません、屋敷さん、はい、ちょっとお友達紹介してもいいですか？あ、全然全然全然。こちらニューヨークの屋敷さん。あ、漫才師の人。はい、間違いねえから。はい、で、こちらヒルクライムです。ヒルクライム？何してヒルクライム？勝手に仲悪いと思ってた。あ、そうなんだ。いや、もう喋ってる声姿一緒やん。もう、マジで鏡やんこれ。またまさ、うん、ちょっとまた飲もうよ。はっ、うん、じゃあ、すいません、仲いいんすよ。ああ、初めて知りました。 あれん、ちょっと飲み仲間、別の飲み仲間ちょっといるんで挨拶だけ。あ、全然全然。はい、何してんのマジで、超久しぶりじゃん。あ、飲んでさ、また飲もうよ。あ、あれ、何してんの、久しぶりじゃん。あ、あ、また飲もうよ。あ、あれ、何してんの、知り合い多いな、久しぶりじゃん。あ、また飲もう。一番バーで辛い時間やこれ。何してんの、どっか行ってもうたんや。いやいや、クレバさん知り合い多すぎでしょ。あ、僕ヒルクライムです。やってもうた、やってもうた、このバーならではのことが。ヒルクライム。あ、いや、すいません、すいません、ちょっとさっきグラス置いちゃって、すいません、はい、すいません、ま、切れてるやろうな、あれが一番切れるんやろうな。すいません、屋敷さん。あ、全然全然。超知り合い多いっすよね。知り合い多いっすね。俺超知り合い多いんで。あ、絶対大概会っちゃうんすよ、はい、すいません、すいません。じゃあちょっとカラオケ行っちゃいます。あ、全然歌いましょう、歌いましょう、せっかくなんで。いいんすか、お箱行っちゃっていいっすか。あ、歌ってください、歌ってください。屋敷さんも知ってる曲だと思うんで一緒に歌いません？一緒に、そうしましょう。入れますね。はい、あ、すいません。風に戸惑う弱気な僕、クレバの箱津波なんや。通りすがるあの日の影、すげえ、完全にクレバの曲にしてる。屋敷さんサビ。あ、見つめ合うと素直におしゃべりできない鏡のような夢の中で、思い出はいつの日も Always 雨、俺たちを雨が濡らす、ここ東京に暮らす、互いにオーディエンス沸かす、ここに友情交わす、 Love and Love and Love Peace Here。 すげえ、朝まで盛り上がっちゃいましょう。こんなんないわバカお前。こんなんないわバカ。え、嫌やし。嘘、こんな一日。そうか、何やねんお前。あ、だったら次は街でジブラに声かけられる時の練習しとこう。いや、もうええわ。どうもありがとうございました。